はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ。はい。あのー、コロナので、新型コロナのワクチンについて、新型コロナのワクチンについてです。ちょっとこれ画面大きくするね。よいしょ。はい。 で、このワクチンですね、あの、日本だけですね、やたらとですね、打つのが怖いという人がめちゃくちゃ増えてます。これ見て、ちょっとびっくりしたんだけど、これね、あの、ぜひワクチンを打ちたいっていう割合はですね、ブラジルでは68%、イギリスでは66%なんですね。で、えー、アメリカ、あの、死者がですね、世界最多のアメリカでは42%を打ちたいと、ぜひ打ちたいという方ですね。ただ日本ではですね、なんと17%しかいないんですよ、これ。17%しかいないのよ。 うん、ややしたいなという方を合わせて、やっと64%まで上がるという形で,で、ワクチンの副反応についてはです、ね、日本では62%の懸念の声が上がっていて、ただこれはです、ね、あのイギリスやアメリカ、中国、ドイツもです、ね、ほぼ同じ水準、だからワクチンに対してのです、ね、不安感というのは、あのどの、えー、国もです、ね、同水準なんだけれども、ただ、<coughs> その中で,です、ね、やっぱり不安はあるけれども、やっぱりコロナにかかる不安の方が大きいから、ぜひ打ちたいということで、大体50%を超えていってるんですよね。しかしかか日本だけなぜか17 10人、ね、人中2人もいないといななとううような状況、うん、でこれ、何の責任かというと、2つあると思っていて、1個はです、ね、あの嫌な経験が日本であるじゃないですか、エーズです、エイズ問題、あの、非加熱製剤と加熱製剤っていう話あったじゃないですか、あの時確かですね、海外からのです、ね、安全な製品があの加熱製剤、で、日本国内の,です、ね、あの緑十字でしたっけ、あのーね、あの製薬会社が作っていたです、ね、危険な非加熱製剤っていうのがありました、で、日本はです、ね、これ、非加熱製剤、あの厚労省のです、ね、天下り先だったんですよ、緑十字って。 ですね、海外の安全な加熱製剤をです、ね、国内では使えないことにして、え日本の、ね、緑十字が作ったです、ね、非常に危険なあひえ非加熱製剤を C 型肝炎でしたっけの方々にえ使わせたところ、このねです、ね、非加熱製剤を使った方々の中で、えエイズが蔓延するというような形になったっていうような事件があったじゃないですか、でこれ、厚労省を誤ったわけですけれども、こういうです、ね、国の言う通りにやっていたらです、ね、エイズになっちゃったっていう経験が二十、ね、数年前にあるんですよね、日本って。いうこと ことなんだけれども。ただ今回のあの新型コロナのウイルスのワクチンはですね。全て海外から入ってきてます。海外から入ってきてる。別にあの日本の政府のですね、えー、誰かがですね。あの、海外のね。このウイルスを打つことによって懐がですね。豊かになるというようなことは絶対ありませんから、そこに関してはですね。安心した方がいいっていうのと、あと一番大きなですね。原因はですね。マスコミだと思ってます。マスコミがなコロナへの不安を煽るし、ワクチンへの不安も煽りまくるんですよ。そのワイドショーでさ。なんかよくわかんない。お前医療者でもねえじゃん。医者でもねえじゃんみたいなやつらがですね。出てきて。 いやー、ワクチンっていうのはね、これ副作用がすごくって、みたいな話をしてるんですよ。いや、まあアホじゃないのかと。もうさっさとですね、ワクチンを打ってですね。 あの、えっ、ー、と、もう、このコロナの状況を就職させないと、あの、もう経済的にやばい人らがたくさんいるんでね、旅行業者とかね。もうとにかくね、日本の経済の足を引っ張るな、マスコミ。うん。でね、これワクチンを打った方がいいっていうのは、これワクチンを打たないとですね、多分海外に行けなくなるんですよ。おそらくね。あの、海外のですね、こうワクチン証明みたいなものをしないと、もうその海外に入ることすらできない。例えばアメリカとか多分入れないような状況になると思いますよ、今後。で、そういうのを考えたらですね、ワクチンはさっさと打っていかないといけないなと。で、これもマスコミのですね、これ 記事を読んでいくとですね、やっぱりですね、なんかね、こうワ,ワクチンへのこう副作用をですね、えー、煽った煽った煽りまくってる記事が多いんですよね。うん、いやもうダメだなと思って、ただね面白いのはこのあの。 ヤフーニュースのですね、コメント。これはですね、割とですね、その、あ、お前ら、ワクチンに対してですね、ちょっと不安感をね、持ちすぎだよと。海外ではこんな感じだよみたいな情報を書いてくれてる人がいて、なんとニュースよりもですね、ヤフコメの方が役に立つという変な状況になってきてます。で、これを読んでいきたいなと思います。で、その前にですね、今のですね、日本のですね、あの、新型コロナウイルスのワクチンの接種計画、ちょっとお話先にしておきますね。まずですね、優先順位一番高いのは、え、医療従事者向けの先行接種。これ1万人くらいが対象で、えー、来年というか今年だね、の、え、2月下旬から3月の 上旬にかけてえもうすぐ始まりますという状況ですで医療従事者は四百万人の医療従事者に関してはあ今年の三月で六十五歳以上の高齢者に関してはですねえっ、ー、といやまあご老人の方々だよねうんあ三千六百万人くらいいるんですけれどもこれも三月の下旬から四月の上旬で、えー、スタートしていきますそしてあの基礎疾患がある方っていうのがその次に来るんですよね基礎疾患がある八百二十万人で高齢施設の職員ら要するに移る可能性が高い方々ですよねうんであのワクチンの接種量が十分であるならば次の高齢者六十歳から六 6 4歳の方750万人に4月以降に打っていくという形。だから熊さんみたいなですね、あの健康なですね、そこそこ若者はですね、まあ夏とか。 夏以降とかなるんじゃないですか、まあ、なったところで,です、ね、重症化するわけじゃないから、うんまあ、待ちますよ、待ちます、待ちますけど、えさっさとワクチン打ちたいけどね、うん、こんな感じで,です、ねえーね、あの進んでいきますので、えー、お待ちくださいと、たぶん各市町村から届くと思うんでね、うん、であのこのニュースじゃないところで、このワクチンに関してです、ねあの、みんなのどんなことを思っているのかというのをちょっと読んでいきましょう、はい。他の記事にもありましたが、ワクチンを接種したいですか、したくないですかのアンケート結果よりもそう、そうなんだよ、ワクチンの効果や接種した方々の追跡調査 データあ副作用は人口比率で何パーセントでどんな症状だったのか、はい、これを知りたいよね、確かにね、この報道はね、全然ないです、はい、でまたその症状は改善されたのかなど、有効なデータを分かりやすくニュースやメディア、日本政府が公式の場で発表してほしい、もう誰がどう思ってるとか、そういうくだらないアンケートはもういらんのだという話をしてくれてます、でこれに関しては賛同する方、めちゃくちゃ多い、うんで、批判好きな人の主張の今後の予想、うん、あのワクチンなんか打ってると危ないぞと言ってる方々ですねえ、数ヶ月後、ワクチンは安全なのか、非常に懸念があると、うん、それが半年後にはですね、日本 も接種率が低いと、政府は何をしているんだと、これ、まさにマスコミがこんな感じ、マスコミがこんな感じのことをです、ね、やっていくと思います、はいで。マスコミは、不安に思っている日本人がこんなにいますということをです、ね、視聴者に見せることで、不安な人の共感を引き出して、不安を煽ることで視聴率を取る方向に傾いています。本来、他国ではこれだけの効果が出ています、副作用として出ている症例はわずか数パーセントですというような事実だけをです、ね、マスコミは伝えればいいんです。いや、本当にその通りだと思うよ。煽る報道よりも、事実を中立に伝える報道こそが注目されるように、視聴者側ももっと賢くならないといけないと思います。確かにねあとは 広告もも少しでうん確かになこれいいねこれこれこれが一番マスコミには聞きますからねうん、えー、事実だけを伝えんかバカだれとマスコミを脅すくらいの強気で向き合う関係性が理想だと思いますね確かにねそういうちゃんとしたスポンサー出てきてほしいよね、えー、多分諸外国はそこをしっかり報道してるんじゃないかな日本は副作用ばっかり、えー、報道しているから戸惑うのは当然ですちゃんとしたデータを広報してほしいです確かにねうんこそういうところで NHK 頑張ってほしいんだけどな、えー、全くその通り、えー、日本の多くのメディアはワクチンを 接種したくない人が四割と報道して、そのまま思考停止。科学的知見の、えー、一かけらも報道しないと。現時点で、どの程度効果があるのか。アナフィラキシーショックの発生確率や、あ、既症との関係、抗体ができるまでの期間や、有効期間と。明確にした上で、ワクチンを打った方が良いと。悪いを論じる必要があると、確かにそうなんだよね。本当そうこの辺のですね、あなたはどう思う、ばっかりですね、答えてですね。あの、不安感ばっかり煽っているのが、今のマスコミだから、もう本当邪魔。もう日本経済にとってもね、もう日本政府にとっても、本当に邪魔、マスコミって、今。 その通りだと思う、会議論はもともとメディアの影響が大きいと思う、いや、そうです、本当そうですよ、うん、確か、えー、アイラで医師の今すぐ接種3割みたいな記事がよくあっ,たあったけれども、よく読んだら検討中を含めると、ほぼ9割以上の医師が打つことを検討しているような内容なんです、そう、あのだからワクチンのことをですね、日本で、一般国民よりも知っている医師の9割は打つって言ってるんです、はい、しかし、中づり広告では、3割の文字がでかでかと飾って、でかでか飾っていた、売りたいためのミス,ミスリードなのか、いろいろ突っ込まれた編集長が、えー、読者が勘違いするとは思わなかった。 みたたいいいなななツイートをししてかかどううううととと思思、まあ、朝日だだ通常運転なのののろうが世界的に危機のこの時期ぐらいまともな記事を書けようと思う無理かな朝日には、うん。多分無理なんですね。うん。え、えー、共和国のデータで恐縮ですが、えー、ここまでの状況が公表されています。参考になれば。これね、海外のですね、えー、今ワクチンを接種すでにスタートしている国の状況を書いてくれてるんですよ。ね、マスコミって絶対こういうの書かないでしょ。もうね、ヤフコメさすがってちょっと思っちゃったの、ね、よ。いきますよ。<laughs> ファイザー製ワクチン接種1回目を終えた約11万人の状況では、頭痛、熱、接種部の痛みなど、症状が現れた人は約400人。うち 3, 3人がアナフィラキシーや重いアレルギー症状。3人とも元々アレルギー体質だったとのこと。えー、この、このこ,のこれが起こっている国はですね、東南アジアなので、人種的には欧米よりずっと日本に近いと思います。その他の海外諸国では、重い副反応は10万人中1人から2人ということで、そう大きく乖離していないようです。こちらの首相は2回目の接種を終え、今一般公 高齢者への接種が進められています私たち外国人居住者分も確保されているそうですがえ、こちらの市中感染者はゼロの日が多く、出てもほんの少数であるため、今後の様子を見つつ、焦らず時期を選んで接種するつもりです、日本も高リスクの希望者だけでもえ早期に接種可能になり、数職に向かうことを手すに願っています、はい、これなんです、これが、これ、これ、これなんですよ、特にです、ね、大きな副反応はです、ねあの、コロナのワクチンだからといって、特別に高いわけじゃないんですよ。 普通のインフルエンザのワクチンとかと同じ程度です、これで,言うこれでいけば。もう打って,打っていいんだよ。 不安になる人なんかどこにもないんだよ。うん。で、世界では最初から接種したい人ばかりです。マスコミの印象調査でおかしなことをしているのは日本だけですさ。ほんとそうなんだよ。17%って世界で言えば圧倒的に低いじゃん。これおかしいもん、こんなの。うん。で、マスメディアは、さっきの対戦の先般であった事実を受け止め、事実のみを報道するのに、するに自主的な企画を作るなどの努力が必要だと思います。確かにね。うん。で、政府の声は特に地方自治体の声って意外に届かない。市長や知事の声をホームページに見に行く人なんているのかとも思う。そんな時のメディアは重要。メディア は安易に情報発信でき、視聴者は気楽な気楽なに受け入れると、だからこそメディアの役割は重要なんです。 しかし今のメディア、特にワイドショーはひどい。えー、11月頃に mRNA ワクチンに詳しくない医療関係者に解説をさせて、mRNA を知らないので、えー、今までのワクチンの話をして認証まで早すぎるとか不安にさせていたのは致命的でした。そうなんですよね。あの、認証まで明らかに早すぎる。このワクチンはおかしいぞっていうのがマスコミの論調です。騙されちゃダメよ。うん。で、えー、治療薬、ワクチンに大なり小なり副作用は付き物ですと、えー。国が認可しているものに関しては多少の副作用があっても重大な副作用は稀にしかないから認可をしているんだと。えー 今回のワクチンは新しいやり方で開発、製造しているし、治験期間が短いので、当然、副作用に関するデータは不足していることは致し,致し方ない。これはしょうがないことです。で、副作用もすぐに出るものと、数年以上経ってから出るものがあるので、ワクチンを接種するかしないかは、各自が慎重に納得して接すればえ良い問題であって、え他人がアーデコーダー言う問題ではないでしょうえ。マスコミと政府は正しい知識が国民に広がるように、報道と広報活動に努めるべきですね。特にワイドショーなので、ウイルスの専門家でもない人を専門家と評してコメントを求めることは、自粛してほしいですね。 本当おっしゃる通り。医師免許を持っているから医学のことを全て分かるわけではないですから、うん。だってタクシードライバーにさ、大型車両の運転を聞いているのと一緒だろう、それ。っていうことです。もう本当おっしゃる通りですね。うん、で少し違った見方をすると、日本はリスクを負ってでもコロナ禍の生活から今すぐに抜け出したいという気持ちがそこまで強くない人が割と多いのかなと。まあこういう見方もありますよね。確かにマイン電車からの解放、飲み会なし、周りの目を気にして残業の減少など。うん、で、コロナによる労働環境の改善は日本特有の減少だし、他の国でも似た事例はあるだろうけれども。うんアフターコロナ でもこのような良い点は残ると約束されないと、ワクチンを含めた就職、えー、早期就職に向けた機運は高まらないと思うというような形なんだよね。うんえー、確かに日本は遅れているというか、慎重すぎる、これは国民性、文化的相違というものもあるだろう、それから、まえー、メディアや識者のリミスリードも見逃せないと、えー、逆に考えると、なぜ欧米は積極的なのか、おそらくマイナス要素など、あえて考えない、負の要素で害悪が出ても、それは必要悪だと,割り切り割だという割り切りがある、ゼロリスクばかりを考えると、日本は根本的に、に ゼロリ,リスクばかりを考える日本とは根本的に思考が違うと。確かにえ。どんなワクチンでも薬で副作用が全くないなんてものはないと。感染者数が増えても減っても文句。ワクチンができなくて、えワクチンができなくても文句の人って何なのいや、それがマスコミなんですよ。はい。感染者数が増えても減ってもどっちにしても文句を言う。ワクチンができてもできなくても必ず文句を言う。これがマスコミです。はい。え、現在接種体制の整理が進んでないことから、希望者から先に接種をすれば逆にスムーズに進むのではと。うん どちらにしてもワクチンはみんな同時には打てないので打ちたい人を優先すれば良いだけだと思う効果があればみんな希望するだろうしそれでも打てない人は後回しになるだけだどうして全体に行き渡るのは相当時間がかかるだろうからな確かにね来年いっぱいだと済まないかもしれませんね、うん というような感じで,です、ねあのーね、マスコミに騙されない人っていうのはやっぱりいるんですよ、でやね、このヤフコメにちゃんと書いてくれてるんだよね、しかもね、他国の状況がどうかということもです、ね、マスコミが絶対にあの、ね、報道しないんだけれども、これ、書いてくれてるんですよ、ね、これ、書いてあったでしょ、11万人接種したうち、アナフィラキシーや重いアレルギー症状は3人なんだよね、3人なんです。 もう全然、どんなあのワクチンもです、ね、必ず副作用ありますからそれと対して変わらない差になってるんですよだから、皆さん、ね、これマスコミのこの煽り記事マスコミはです、ね、あのワクチンの条項の、ね、コロナ禍でですねずっと続いてです、ね、続けば死傷率上がったままですから、うん、だから、それを考えてです、ね、こういうね煽る記事であるとかあるニュースばっかりやって,やってるんですよ、うん、でも,、ね、もう彼らもバカなのかなと思うんだけどそんなことをやってたらさ経済落ち込んで広告費も減っていくんだけどね。 もうなんでこんなことをやってるのか不思議でしょうがないんだけれども、えー、とにかくね、えー、とりあえずですね、あの今回、ですね、あのこのワクチンに対して、こんなに懐疑的になっているのは日本くらいですよと、もうここをお伝えしたくて動画を作成しています。とにかくぜひやりたいという方が、なんと日本は17%しかい,いないと、えー、ブラジル、イギリスは66%、アメリカですら42%です。うん、だからこんな感じですからね、あのー、なんだろう、もう国が進めているんですから、ですね、こう勇気を持ってですね、勇気を持って、しかもあの、ね、別にあの日本のですね、誰かの利益になるような、ですね、国内の天下り先が作ったワクチンをまず いいうようよなな状況ではないんではんです、うん、ちゃんと海外からです、ね、日本政府がです、ね、税金を使って購入してくれてるんですから、接種計画この接種計画に従ってです、ねえ不,安ですね、不安にならずです、ね、粛々とワクチンを打っていきましょう、そしてです、ね、さっさとこのコロナ禍を就職させてです、ね、コロナ禍で苦しんでる経済をです、ね、早く救いましょうね、もう中国なんか立ち直ってるらしいからね、なんか成長してるんだぜ、この中で。 考えられるお前らが広めたウイルスのくせに、ムカつくよね、うん、という形でですね、あのコロナウイルスに関してのワ,のワクチンに関してはですね、必要以上に怖がる必要ってないんじゃないのかと思ったので、今回動画を作成しました。こんな感じでですね、え熊さんマスコミがですね、変な煽り方をしているなという記事を見つけたらですね、またどんどんどん,どん動画にしていきたいなと思ってますので、えーえーえー、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでですね、まさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。